皆さんこんんこにちはあやばんです今週は島を離れるのでまとめて何本かちょっと動画を撮ろうと思って今動画を撮っておりますチャンネル登録をしてくれて間もない方とかもいらっしゃると思うので詳しく自己紹介したいなと思って改めて私ですね株式会社 s i 代表取締役で そして自己ガレージ代表のアヤパンですこの YouTube チャンネルを作り始めたのが1年半ぐらいになるのかなもうそのぐらいからスタートして毎週金曜日にアップしようと思って毎週毎週アップしてます。YouTube をんでやろうか って思ったのかっていうのを前,前もね自己紹介動画撮ってるんですけど今よりさらにちょっとグダグダな感じなトークで昔よりは少し成長したかなと思って改めて自己紹介してみようかなって思ってます私は函館市出身です北海道のそしてリシリに来たのが2000年の8月下旬ぐらいに始めてきて 今でいうリゾートバイト、リゾートバイトをするためにリシリに来ました。 移住歴20年なんですけれども行ったり来たりり来結構実はしてますあのその間にいろんな地域にリゾートバイトしに行ったりとか2020年にチコガレージを今の場所にオープンさせてチコガレージの軽簡単な説明をすると利尻リリの日の目の見ないもの利尻リリでイメージするのはやっぱり昆布だったりウニだったりとかだと思うんですがちょっと目の付けどころをちょっと視点を変えて あのデザインをしていますそのデザインの T シャツだったりグッズなどを販売メインで販売していますバーコーナーもあってお酒が飲めたりあと意外と好評なのがコーヒーだったりドリンクで一押ししてるのは甘酒ですリシリ島のあのお水、湧水冷凍湧水ってあるんですけどもそのお水を使った日本酒がニセコ酒造さんで作ってるんですけども冷凍のしずくって言うんですけども その霊峰の雫の酒かすを使った甘酒そちらもねすごく地元の方にも好評で人気になってます甘酒は体にいいあの飲む点滴特に女性はね美容にいいって言われているので是非飲んでいただきたい一品となってますそんな感じのお店を経営していましてもともと旅好きで私旅人が高じて こういろんなところを転々としてたんですが、まあご縁があって、利子離島にたどり着きました。すごいね、離島にはまってたんですよ、若い時。一番最初に行った離島が、奥クシリ島です。いや、あの頃はね、もうリゾートバイトっていう言葉自体なかったので、友達がちょっと働きに行ってて、で、それで誘われて、それから愛知県で働いた後に、 リシリ島ににに来るることになるんですけどその2000年に次に行った離島は奄美諸島の徳之島与論島次行ったのがああ石垣そして与那国島そしてそれから沖縄本島の本部南大東島八丈島でも ちょっとと働いたことがありますリゾートバイトをしながらそれから海外にも目覚めて海外はベルギーだったり香港香港が一番長いですね香港フィジーに語学留学に行きカンボジアあとメキシコそんな感じでいろいろ回っていました。そしててでですね今なんでこうまとめて動画を撮っ っていう感じなんですけども私結構スピリチュアルなちょっと信じてるところがあってすごい有名な占い師さんがいるんですけどその地域にその方に一度占っていただいたことがあるんですけどもちょっとね自分の 方向性を決めたい私にちょっと背中を押してもらう感覚で今ねそこの占い師さんがすごい人気でなかなかね予約取れずに全然空いてないって言われてでちょうど今9月のタイミングで空いてる日があったので予約取れたのでね ちょっとそちらに行きつつ、友達もそこのば地域に住んでいるので会ってこようかなと思ってます。あの行った後の動画はちょっと番外編として出したいと思います。そしてですね、その占いさんの話で一つ話があるんですけど、ごめんなさいね。なんかあの自己紹介って言いながら話がそれるんですけども、私ですね、結構昔、心霊写真が写る人だったんですよ。昔はね、よく。 あのテレビとかでも心霊写真特集みたたいなのをやってましたよね、まあ、そういう感じで本当に心霊写真が写る時には顔が写ってたり時には足が写ってないことが2回ぐらいありましたね自分の足が。 まだに足は大丈夫なんですけども、ま、気になるところではねちょっとあるんですが、えー、函館にいた頃の話になるんですが小学校の時に北海道のとある塔みんな意識しちゃうと思うのでその名前は出さないんですけど記念碑みたいなそこの前で撮った写真があるんですけどそこになんか顔がいっぱいめっちゃ映ってて。 うわーって初めね気づかなかなたんですよ、ね、それ映ってることを。中学生の時だったのかなそのアルバムを見返した時に顔が23個映っててちょうど同級生の子にそれを相談したらなんか知ってる方がいるから役払いできるよみたいな感じでそれを託してれちょれというか処分してもらったんですけどでその後大人になって二十、まあ、歳ぐらいですかね。20歳ぐらいの時も とあるお海が見える温泉みたいなところで撮った写真なんですけれどもここでも顔が写っててその職場の方にその話をしたら霊媒さんというか供養とかそういうのをやってる方がいて職場の友達に。 紹介してていいただいて警察からあの行方不明者だったりなんか事件が謎の、まあ、迷宮入りしたような事件とかあったらその警察の方も相談に来るぐらいの方で見ていただいたんですけども「あなたすごい心霊写真持ってるわね」って言われて「100万円以上あるわよ」って。 すすごい当たる人なんですよびっくりするぐらいやっぱりあの家の中の灰ひ言も言ってないですしここにこういう棚があってこうあってここにこういうのが置いてますよねみたいなぐらい当てられて「うわー怖いよ」って思いましたその方心霊写真もいっぱいあるわよねって言われてお塩をいただいてで。 そのお塩で全部その写真を燃やしなさいって言われて写真を燃やしました薬払いしてあげるからって言って薬払いしていただいてそれからっていうもの本当に映らなくなりました20年以上前の話なのでちょっと記憶が定かではないんですけども確かオレンジの光みたいなのが赤い光だったかなオレンジの光だったかなそういうのが入ってるやつは心霊写真なので燃やしてねって言われて本当若い時から 私写真が大好きでフィルムカメラの時代だったんですけどデジタルじゃない時代からもう写真が結構だからすごい大量の写真があってその中から一枚一枚ちゃんとチェックしてそうだと思われるものを全部ピックアップして避けて全部燃やしました私は意外とそういう不思議な力を信じているその人に見てもらえばいいじゃんって思うかもしれないんですけどもあまりにも当たりすぎてやっぱり自分 運命ってわからないぐらいがちょっと面白いのかなって思ったりもしてじゃあなんで占い行くんだよって思うじゃないですかやっぱりこう迷った時にちょっと背中を押してもらいたいなって思ってあのその方もすごい当たる方なんですけど背中をす押していただけるぐらいの占いをしてもらいたいなって思ってちょっと行こうと思ってます